にちは。絶望フリースタイルフットボーラーのぶです。では753日目、リボルブ連続10回を連続3回または連続30回挑戦への道ということで、今日もですね、頑張ってやっていきたいと思います。さあ、まあ今日はいい天気で、日差しが強い、めちゃめちゃいい天気ですが、ちょっと動くと汗がダクダクなんですが、まあ今日も頑張ってやっていきたいと思います。早速チェックインをしていきたいと思います。よし、ではそうしましたら7分間いきましょう、ね、7分やっていきましょう。よし、OK、では7分やっていきたいと思います。足の甲でね、お、セミが鳴いてますね、うん、初めてじゃないですか、セミがこの公園で鳴くのは。1、2、3、4、5、6、あれ、いやセミ鳴いてますね。初ゼミですね、今日。足がボールに足が当たってる。もうちょっと、もうちょっと。向こう行っちゃった。
そう。さあ。ずれたな。ずれました。もうちょい。今日10回も行かないですね。いや、終わりました。はいはい、ということで、今日は10回行かなかったですね。何回だ、7回8回ですかね。やっぱりこうやっていくと、なんだろう、こうずれていっちゃって、まあリカバリーというか、あっちもこっちもあっちもこっちもっていっちゃうので、どうしたらね、こう、まあ、回してもこう同じようにこう、今はやってあっち行ってこっち行ってあっち行ってこっち行ってって感じなんで、それをねやっぱね同じこう位置でこう行けばね、ほんと半自動的にこう行けるんじゃないかなと思うんですけど、そこが難しい。そうですね、どうしてもね、なんかつま先でだんだんこう蹴っていってしまってるっていうのがあるので、まあ、そこをねやっぱり直していきたいかなと思います。ちょっと動画見て、自分のやってる動画見て、あとは上手い人のやつを見てちょっと勉強するしかないかなと思います。はい、ということで、ありがとうございました。やっぱりこうなんだろう、人と同じ価値観の人っていうか、そういう人とこう話すってやっぱりいいなって思いますね。最近なんかつくづく思います、ね。こうやっぱり社会人になっていくと、どうしてもこう会社とね、あまりこう人間関係がこうなんだろうな、新しくこうならないっていうか、なのでやっぱりね、同じ価値観の人と会うっていうのがやっぱりなんか最近いいなって思いました。はい、そんなようなことなんですが、また次の動画でお会いしたいと思います。今日は本当にありがとうございました。暑さに皆さんお互いに気をつけて、日々今日一日を頑張っていきましょう。ありがとうございます。失礼します。